はい、どうも、にたかです。今回何していくかというと、以前失敗したこの麻雀卓製作の続きをやっていきたいと思います。前回はですね、この硬いラバーグリスじゃなかった、ラバー、あれ出てこない、ラバーグリスじゃなくて接着剤、これを使って失敗してしまったんですけど、これはちょっと硬すぎたので、どうやったら柔らかくなるのかっていうことをちょっと現地の人に聞いたら、ガソリンなどを入れると劇的に柔らかくなるって言われたんですけど、ちょっとガソリンで取り扱うのはどうかなということで、今回この木工ボンドを買ってきました。この木工ボンドは通常の木工ボンドですね。木と木をつなげる木工ボンドです。これを使って、アフリカで手に入れた疑似フェルト疑似を貼っていきたいと思います。そして今回の作業、まず前回失敗してしまったことで作ってしまったこの表面のデコボコ、これをヤスリで削った後、この木工ボンドを塗って、この木にボンドを染み込ませてコーティングします。その後再度接着剤を塗った後、この生地を貼っていきたいと思います。まあこれで成功するかどうかは分かんないですけど、ちょっとカミカミですけど、まあ、やってみたいと思います。では作業いってみましょう。はい、なんとか麻雀卓が完成しました。まだですね、ボンドが乾いてませんけど、まあまあいい感じにはできたんじゃないでしょうか。作業中に結構失敗してんなーっていうポイントが多かったんですけど、まあ次回2個目3個目作る時の改善点にしたいかと思います。この動画を見てる人もおそらく結構突っ込みたいなーっていうポイントもあったと思うんですけど、まあこれを参考にこいつのような失敗しないっていうことで、いい麻雀卓を作ってください。アフリカじゃこの偽物のフェルト生地、まあ長いもので代用してるんですけど、こんな布一つ、まあ接着剤もそうなんですけど、なかなかいいのが見つからないんで、今回は勘弁してください。これで麻雀はできないってことはないので十分かと思います。早くこの麻雀卓を使って麻雀がしたいかと思います。ではでは、にたかでした。